こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。本日のテーマは、ブラッシュアップ、マイセルフというテーマでね、見ていきたいと思います。ちょっとどういう感じっていう感じですけれども、まあ、ブラッシュアップしていく内容、見ていきたいと思います。はい。まあ、最近の流れで、こういう感じでもっと、こう磨き上げた方がいいところを見ていったらいいかなというので、はい、見ていこうと思ってます。選択カードこちらから A、B、C で用意してますので、お好きなカードお選びください。はい、それではね、早速見ていきますので、よろしくお願いします。はい、それでは A を選んでいただいた方、見ていきたいと思います。はい。本日のテーマ、ブラッシュアップマイセルフですね。はい、こちらのカードですね。キュリオシティが出ております。はい、アフォフィライトの石とジュピターのパワーが、同時に来ております。好奇心というカードですね。まあ本日ブラッシュアップということでね、言われておりますので、ご自身の好奇心をもっと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 、磨き上げていくとよろしいのかということですね。木星って何を司るんだったかな。木星のサインは、いろんなものを、スキル、すべて、今持っているものすべてを拡大させ、発展させ、多くのチャンスや恩恵を与えてくれる吉星ということなんですね。まあなんか冒険に出るみたいな感じですかね。好奇心とともに、冒険に出ていくみたいなカードが出てるんですね。なので A を選んでいただいた方は、なんか冒険、ちょっとそういうような意識を持っていろんなことを、こう動いていただくといいのかなという感じでね、出ておりますね。なんか自分の人生、自分自身を磨き上げていくには、もう冒険、好奇心と冒険心みたいなのを持って、はい、進んでいかれると、より良くなっていくということですね。はい。で、現状ね、そんな A さんの現状見ていきたいと思います。ディープノーウィングと、スター。が出ております。はい、なんかそうですね、ひらめきとか、ご自身の心から何かこう感ずるものがあったりとか、最近多いんじゃないですかね。なんか、あ、自分ってこれしたいんだとか、あ、こういうことやってみたかったなみたいなのを頻繁に感じ取っていらっしゃることが多いかなと思いますね。なんかその世の中の喧騒、その雑念、ノイズみたいなのから外れることができて、なんかこう自分自身の人生を考える暇もなかったような、現状からすごいこう静かになった、なんか抜けてきたみたいな感じで、だからいろんな、その自分からの声がすごい聞こえるようになったみたいな。はい。感覚がすごいわかるようになった。だから夢とかも、なんかこう、疲れた時とか、まあ覚えてなかったりとか、見てなかったりとか大半なんですけれども、なんかこう、疲れてんなーみたいな夢ばっかり見てたのが、なんかすごい楽しそうな夢に変わったりとか、なんか、こういうこといいなーって思うような夢を見るようになったりとか、なんかそういう、感覚に変わってきてるっていうのが、はい、出てますね。だから
好きなものができたとか、まあ、推しができたとか、ハマれるものができたとか、なんかそういう感覚に変わってきてたりしませんかねっていう感じですね。はい。で、ブラッシュアップマイセルフ、どういう部分、もっと自分を磨き上げるためにどういうことなのか聞いていきたいと思います。はい。どこを意識すればいいのかって感じですよね。はい。エンペラーの逆位置とパーシバランス、はい、が出ております。パーシバランスは忍耐力、我慢したくない、我慢できない、なんて言ったらいいですかね。なんかその自分が望んでいることだったりとか、やりたいこととかに関してやらなきゃいけないこととか、まあその必ずあると思うんですよね。必要なものを手に入れるために、まあその投下交換じゃないですけれども、これを手に入れるにはこれをしないといけませんみたいなのってやっぱり何事にもついてくると思うんですね。で、その自分が欲しいなって今も思ってること、こうしたいなって思ってることに関して、それを手に入れるためのその交換条件みたいなのが、やだみたいなやりたくない、耐えたくない、別にだったらもういいや、めんどくせえみたいな方にちょっとなってしまう部分が若干あるのかなっていう、そういうちょっと性質はあるのかなと思いますね。ちょっと耐えたら、ちょっと頑張れば、すぐ手に入れれるんだけれども、っていう気持ちが今すごく多いと言われています。はい。まあ、だから、例えで言うと、筋トレしたら筋肉つくじゃないですか、もうシンプルにね。でも分かってるし、ちょっとやりゃ筋肉つくのも分かってるけど、それをするのがもう嫌だ、やりたくない、めんどくさいみたいな感覚の方が今ちょっと強いっていう感じなんですね。ただ磨き上げていく、自分自身を磨き上げたいという気持ちがあるのであれば、そこはもうちょっと歩み寄っていただけませんかねみたいな、もうそれだけでその気持ちをこう寄り添うだけで、ちょっと耐えるだけで、できるから、絶対できるからっていうのを言われてるんですね。わかるよ、嫌だよね、めんどくさいよね、でもそのなんだろう、やっちゃったら別にできる人だっていうの知ってるから、やってみたらいいんだよみたいな、あるあるですよね。だからお風呂に入るのは好きだけど、お風呂入るまでの工程がめんどくさいみたいなありませんか。なんかもうね、なんか結構気合い入れて入らないといけないじゃないですか、お風呂って。なんかそういうのに近いのかな、感覚的にそう、やり始めたらできるんだけれども、やるまでがちょっとすごくだれてしまう。だからずる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 後回しにしてしまうような癖があったりとかっていうのはあるかなっていうのですね。はい。もうでもそこだけはちょっともうちょっと頑張るぞいってしてもらえれば、めっちゃいいんですけどねっていう話ですね。はい。アドバイスね、まあもっと良くなるためにどうしておくといいのか聞いていきたいと思います。ですの逆位置とアライメント。はい。アライメントはまあチューニングみたいな感じの意味ですね。合わせる、整える、チューニングですよね。なんかね、今ちょっと、すごい音がした。なんかその、ご自身にとって、なーなーな状態になっている。なんかね、その、わざとって感じなんですよ。勢い
に任せて進めていけば進めていけるって知ってる方だからやればできるっていうのを分かってるんだけれども、ちょっと自分的にもうちょっと疲れたし、もうなんかやったらまた大変なことたくさん出てくるからちょっと今ゆっくりしたいんだよみたいなので、それでゆっくりしてることにハマっちゃったっていうのかな、ゆっくり最高みたいなもうこのままずっとダラダラしてたいぜみたいな、ちょっとそういうあの感覚に入ってしまっているっていうのが出てるんですね。うん、まあそういう時間ももちろん大切なんですけれども、怠惰とか堕落とか衰退に差し掛かっているっていうのを言われてるんですね。なんか慢性惰性なんていうの、なんかちょっとその結構よろしくない方向に、なっちゃうぐらいいいんだよこれでみたいな感じにちょっとなってるので、なんだろう、すごく順調に円滑にやっていけばすごく良くなれる方なので、そういう方がそういうことしちゃうとすごくもったいないというか、なんか円滑にやればできる人っていうのはそういう使命を持ってたりとか、託されてきてるから、そうやってこう結構イージーにね、いろんな物事ができる方なので、そういう方がこれ前もね、前のリーディングでも結構ありましたけど、勇者として命を受けたのに、この町最高だからずっとここにいます、倒しに行くのだるいのでみたいな、なんかそういう状態、それだと良くないじゃないですか。全然休息は取りつつ必要なことなんですけれども、なんか気持ち的にだるいから行かね、ここでずっとゴロゴロしときたいみたいなのだと、ちょっとまた感じが変わってくるかなっていう感じですよね。必要な休息は大事だけど、それ以上にちょっと怠惰になってる、その慢性状態があるんじゃないかな。ちょっとそこは、やっぱりこう断ち切っていかないといけないかな。いい方向にご自身の感覚を、合わせていただかないとっていうのでね、言われておりますね。はい。ね、なかなかね、分かっちゃいるけど、大変ですよね。しんどいですよね。はい。でも、いい波に乗った方が体も気持ちいいって感じですかね。だから、筋トレしない方が体には、実は良くないじゃないですか。筋トレして適度に運動した方が体も気持ちよくなる、筋肉もつく、いいこと尽くしなんですけど、それが面倒くさいからやらないで、不健康じゃないですけど、体の調子が悪く、なるっていうことなので、その場の快楽というかね、その楽さを取るんじゃなくて、本当にいいことをしましょうよっていうこと言われてますね。はい、結果見ていきたいと思います。はい、デビルの逆位置とコンシャスネス。はい、ちょっとなんかあれですね、悪魔が寄ってきてる感覚っていうのかな、そそのかされてるんじゃないですかね。これでいいんだよ、これでいいんだよみたいな、なんかそのもちろんそれでいいんですよ、全然いいんですけれども、それでいい、それでいいって言ってる存在があなたにとって悪魔的存在なのじゃないかということ、あなたにとって本当にそれがいいことなのか、どうなのか、ちょっとちゃんとネリネリした方がいいんじゃないかなってことですね。ブラッシュアップした方がいいよってことですよね。スピリチュアルとかの好きな方とかだと、やっぱりこう危うさがあるんですよね。
なんて言ったらいいのかな、なんかその人が言ってることは全て正しいって思ってしまったりすると、全然違う使命を持ってる人の話も自分にとってそれが正解であるみたいなになっちゃったりとかして、でそのちょっと前までその人とね全く同じだったから、もうこのまんまずっとこの人と同じようにしていけばいいんだって思ってても、やっぱ人それぞれタイミングとか順番とかいろいろ全然違うので、なんかその辺を自分にとって、何が一番いいのか、今タイミングでとか、なんかその自分でいろいろ判断していくっていうことが大事になってくる。なんか自分の冒険なんですよね。だから人がこう、なんだろうな、勇者じゃない人がやってた冒険と同じことを勇者の自分がしてたら、やっぱちょっとどっか違うじゃないですか。勇者は勇者なりの動きをしないといけないし、なんかほとんどね、冒険者と勇者ってほぼ一緒だと思うんですけど、結局目指すところが違うので、なんかね、これぐらいでいいかって思って終われる、まあ冒険者の方もいれば、勇者はやっぱ魔王を倒すとか、なんかそのね、ラスボスを倒すために命を受けてきたみたいなので、全然その目的が違うので、あの人ここでゆっくりしてんだから私もゆっくりしてよくないみたいなんじゃなくて、あなたは、どん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 進むべき方向があるから、ここでゆっくりするのも大事だけれども、まあ、そうゆっくりしてる間もそうやってこうちゃんと最終目的のために、いろんなこう策を講じたりしたりとかした方がいいんですよっていうことを言われてますね。だからそれでいいよいいよ全然いいんだよ、あなたはゆっくりしてたらいいよ、ここで何もせずレベル上げもせずゆっくりしてたらいいよって言ってくれる人がいたら、それはもしかしたら悪魔魔王の手先たちで、勇者全然やる気ないからこのまんま気持ちなくさせて俺たちの魔王の世界支配してやるぜみたいなのでね、手下たちが寄ってきてて、普通の人のふりしていいよいいよみたいな、そんな無理しなくてもそんな魔王すぐ来ないしさみたいな、でも裏で着々と魔王たちが勇者全然やる気ないみたいなんで、今のうちにコツコツやっていきましょうみたいなんで、なんかやられてたりしたりとか、なんかそういうのに近いことが起きてる、なんか極端な例えでね今言いましたけれども、なんかそういう部分が若干見えるので、なんかこう楽をしようとしすぎて、なんか誰かにこうそそのかされてたりとか、騙されてたりじゃないですけれども、なんか自分で頑張ってるっていうよりかは、なんかこう誰かにいいよいいよみたいな、十分やってるよみたいなので、なんか、まあいっかみたいな、ちょっとこう満足してしまってる部分があったりするんじゃないかなと思うので、ちゃんと自分の意識、自分がどう思うかどうなのかっていうのをしっかりこう持ってもらった方がいいかなっていう感じですね。はい。なんか、まあ疲れてると思います。はい、疲れてたからあんまり何かを考える暇もなかったと思うんですよね。だからちょっとゆっくりできたら、いやーこんなにもなんかこう気楽なんだなーって思うと思うんですね。だからそういう隙にそういう人たちが入ってきたりして、あれいっかは別にってなってしまいがちなんですけど、ちゃんと自分の感覚は現状を持ってらっしゃるので、そのちゃんと輝いてる方、ピカーンとしてる方をしっかりこう見つめていただければ、はい、そっちの方の、方で進めるように、ブラッシュアップしていただければと思います。はい、ちょっと意識改革、していただければと思いますね。だからなんかこう楽な方を選ぶんじゃなくて、今行きたいところがあったら面倒くさくてもそっちに行くみたいなね。はい、そう、本当にそうなんですね。ぜひやってみてください。はい、以上 A を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは B を選んでいただいた方のリーディングしていきたいと思います。
本日のテーマはブラッシュアップマイセルフで見ていきます。はい、選択カードはディレクション。はい、ディレクションですね。スーパーセブンのパワーストーンとアルリーシャースター。難しいですね。わからないことはわかりません。ディレクションね、ディレクションはまあよく聞くかなと思うんですけど、まあ、方向性、方面、そういう、まあディレクターみたいなことですね。指示をっていうことなんで、B さんにとって今ブラッシュアップするべきことっていうのは、まあどういう方向性、で行くのか、そういうそのちゃんと指示をしっかりと、磨き上げるというか、ちゃんと鮮明に洗練に、していく必要があるのかなと思いますね。なんか多分スーパーセブンってすごいパワフルなカード、パワフルな石なので、そういうその天から授けられるパワーみたいな、なんかそのまあだから運みたいなことですよね。とかを駆使して、しっかり素敵な方向に進めるように、はい、するといいのかなという感じで、はい、出ておりますね。はい、現状ね、見ていきたいと思います。そんな B さんの現状はいかがでしょうか。ディバインラブ、やっぱりね、神からの愛っていうカード、ディバインラブ、面白いですね、そのまま。なんか本当にこう神々、そういうそのスピリチュアル的な存在、スピリット、目に見えない存在、はい、という存在が、あなたを守護する存在たちが、はい、たくさんあなたを見守ってるわけなんですよ。もう愛してやまないわけなんですよ。日頃の行いがきっといいんでしょうね。はい、まあ、だったりとか、そういう使命を持って生まれてきてらっしゃる、なのですごいこう運がいいとか、なんかこけてもなんか何もしてないのに、なんだろう、うわってなったのに全然こけずに立ち上がったりとか、階段から落ちてもそのまんまトンって立ったりとか、あれみたいな、今私落ちたよなみたいな。とか、なんかその本当にうわ運いいなみたいな、神様ありがとうみたいな、なんか守られてる感覚結構あるんじゃないかなと思うんですね。ただなんて言ったらいいんでしょうかね、そういうその運がいいっていうことなので、なんか自分の才能じゃなくて、ただただ運がいいからなだけであって、なんだろう、努力すればどうにかなるっていう感覚よりかは、まあなんかなるようになってきたから、これからもなるようになるだろうし、ならない時はならないんだろうなみたいな、なんかすごいふわふわじゃないですけれども、他力本願じゃないですけれども、なんかちょっとそういう感覚になってしまっているかなって感じですね。だから行きたい方向があったとしても、なんかその神様が導いてくれるだろうから、それがなんか分かるようになるまで待ちますみたいなのに近いかな。なんかそういうちょっとあまりにも運がいいもんだから、あまりにも神に愛されてるもんだから、いかなる時もなんかそうやってこう頼ってしまっちゃってるみたいな部分が若干あるかなと思いますね。でもどっちの方向に行きたいか、どうしたいかっていうのは B さん自身が決めなければサポートしてくれないんですよね。だからそこは自分で方向はしっかり定める必要があるっていうのが、こっちに行きたいと思うから、ここに行くにあたってええ感じにしてくださいねみたいな。なんかそういう感じで感覚持ってたらいいんだけれども、なんかその本当に良すぎるから、なんか自分が何か考えるっていうよりか、もうなるようになるから、もうあなたたちに全てを任せますみたいな状態にちょっとなってるかなっていう感じ。そう、まあだから頑張っても無駄だじゃないですけれども、なんかちょっとそういう感覚になっちゃったりもあるのかもしれないですね。自分が選ぶよりも勝手になるようになることを
が一番いいと分かってるから、あの受け身状態に、なってるかなって感じですね。だから、まあ、友達とかと何食べたいみたいな話の時に、どっちでもいいよみたいな、神のお導きのまま、あのどちらに転んでも、きっといい風になるでしょうみたいな感覚でなんかそう、それだとなんかとあのちょっと違うよねみたいな、あの普通に友達は何食べたいか聞いてるだけなのにどういうことみたいな、どっちがいいかないのみたいなそう、なんかそういう感じにちょっと若干あのなってしまってるので、なんかこいつ優柔不断だなみたいなんで終わっちゃうみたいなね、あの感じになると思うんです。すごいあのそういうちゃんと方向性は持っといた方がいいよってことですよね。はい、です。で、ブラッシュアップマイセルフについて、はい、詳しく聞いていきたいと思います。はい、エクスペンション、スターの逆位置ですね。はい、そうですね。なんかね、すごい神に委ねてるとか、そのタイミングだったり、こういろんな状況だったりとか、なるようになるっていうのを分かってるから、いろいろとこうささげてる、なんて言ったらいいんでしょうかね。なんだろうな。引き寄せの法則っていうのかな。なんかそのこういう気持ちでいたら良くなりますよとか、こういう風に思ってたらいい風になりますよみたいなのをしっかりできる方なんですね。だから不安に思ってたら不安なことが起きます、いいことを思ってたらいいことが起きますみたいなのをしっかりこう、利用できる方、まあ、純粋無垢なので、なんて言ったらいいのかな、表現が、すごいね、基本的に人生イージーモードでやってこられてる方なんですね。やってこれるようにサポートをたくさん受けてきてる。ただまあ、ご両親だったり身近な存在の人たちが悩んでいることとかについてはすごく複雑に仕組まれている状態、まあ、そこがまあ、あの使命だったりとか、その B さんがあの必要な何かがあるからそういう複雑さが出来上がってるんだと思うんですけれども、だからそういう部分に関してかなり複雑なんだけれども、それ以外に関しては超イージーモードなのかなっていう感じがありますね。だから、まあ、ここではお金とか、まあ、気持ち感情みたいな部分がちょっと複雑な状態になってる。だから表面上〇〇さんって悩んでるように見えないねじゃないですけれども、あんまりなんか悩んでなさそうだねみたいな、なんかすごいこう気楽に、楽しくやってるというか、なんかそのあんまり悩まなさそうみたいな感覚、なんかその普通の人たちがいろいろあどうしよう、あこれどうしようどうしようとかって頑張ってるのを、なんかまあそういうのはこうなるようになるからさみたいなので生きてらっしゃるので、あーすごいなこの人悩まないんだなってね、なりがちなんですけれども、こう蓋を開けてみると、なんかその内側はすごい複雑に絡み合ってるじゃないですけども、なんかそういう風になってる部分があるかなと思うんですけれども、なんかそういう部分、うまくいかないことっていうのは現実が厳しいからではなくって、そこは B さんにとってもっと楽に考えるべきところなのかなという感じですね。できる、そういう風にできるようにするべきだから、そこなんかまあ難しいですね。はい、大変な部分っていうのはあなたにすごいこう大事な、試練、ミッションだからそういう風になっております。で、他の部分はこうもうやり尽くしたというか、あなたにはもう別にそこ頑張る必要ないことだから
楽、簡単というか、そのなんかあまり考えなくてもいいようになってますみたいな。だからなんかすごい考えないといけないなって思うことは、もっともっとその身を持ってやっていただいた方がいい。なんだろうね、うん、そこについてはもっとこう、なんでしょうね、そこを良くしていくぞみたいな感覚で、なんかそれもよ、もっと良くなればいいな、サポートですごくええ感じになったらいいなみたいな感覚を持てるようにしましょうって感じですかね。うん。で、意識の拡大っていうのも出てるので、多分すごい自分が知ってることについてはすごいこうめちゃくちゃ知ってるみたいな、だから興味あることに関してはすごい知識を持ってる方だと思うんですね。意識がすごい広い、うん、だけれども、だからそういう自分のネックになってる部分だったり、こうすごいこう、引っかかってることっていうことに関しては、なんかなんて言ったらいいのかな、トラウマじゃないですけれども、なんかそれを、それに触れるようなことが起きるとすごい嫌だから、それから避けて生きてるみたいな、うん、だからそうですね、難しいですね、表現が。うん、まあだから恋愛苦手だなって人とか、人間関係が苦手だなって人でも、普通に一人で生きていくには何にも困ることがないぐらい、もう順調順調みたいな、そういう方は、だからこそ人間関係をしっかりこう向き合えるように、他の部分は順調になるようにしてるので、苦手分野に関してをもっとその見解を広げるようなことを、ちょっとやっていただいたらいいのかなって感じですよね。うん、だから仕事のこととか、その他のこと、はめっちゃなんかすごいこう知識深いっていうか、なんかこうめっちゃいろんなことまで知れる、けど、そういう苦手分野に関して何考えてるか分かんないとかなんかそういう風になってしまうのがあるかなと思うんで、そこを苦手なことこそやった方がいいのかなって、そこに目を向けれるように、そっちをこうもっと磨きかけていけるような感じになるといいかなって言われてます。はい、アドバイスね。もっと良くなるためにどうしておくといいのか、やっぱりそうですね、いっぱい知りましょう、もっと深くまで知りましょう。うん、そう、だからその意識を広げることは得意なんですよね。だからいろんなことを知りたいとか、なんか興味あることを知りたいとかはできるんですけど、自分の奥深くの方のそういう、まあ、トラウマとか引っかかってる部分、なんかこうあーってなる部分は知りたくないって思うから、そこが広がらないみたいな。でも本当はそれがめちゃくちゃ大事なのにみたいな感じですよね。うん、だからちょっとそっちの方をやっぱりこう深い心の深い部分、影となっている部分、影に入っている部分、なんか闇な部分、まあそこに関わらず、まあもうなんでしょうね、深い深いところにあるもの、をちょっとこう、はい、やっていただいた方が、それに向き合っていただいた方がいいかなと思いますね。そうですね、難しいですけれどね、それが一番で、多分すごくその才能がある方というか、その他の分野に関してすごい順調にできる方なのでね、もっと自分は評価されるに値するんじゃないかなっていうぐらいこう順調にやってたりとか、まあなんかその社会的に、なんかなんて言ったらいいのか、地位と名誉を与えられるべき存在なんじゃないのか自分はみたいな、それに値するんじゃないのかって思ってるのに、それがなんかなかなかうまいこと言ってないっていうのは、やっぱそういう心の中に引っかかってるネックとなってる部分がちゃんとできてないから、他の部分表面上はどれだけうまいことできてても、その心の奥深くに詰まってる、そういうこう自分の、まあ、なんて言ったらいいの、毒っていうのかな、なんか毒素っていうのかな、部分を、クリアしないとあなたが望むものになろうにもなれませんみたいな。やっぱりね、そういうのって
わかるんですよね。うん、どんだけ表面上素晴らしくても、どんだけのそのなんかこうなんだろう、資格いっぱい持ってたりとか、症状なんかそういうこう、評価された証とかたくさんあっても、その自分がクリアするべき使命をクリアできていない状態だと、あのどんだけ神のお導きがあろうとも、そこは譲れませんみたいなそれやっぱりやってもらわんことには、あのこう B さんにとって人生勝ち組だって、あのしっくり思えるような風にはさせることができませんのっていう感じでね、言われてるかなと思います。ちょっとこういうのはね、なんか難しいんですけれども、はい、苦手分野をねちょっとやるタイミングに来ちゃってますねっていうことですね。はい、まあそれしかもうやることがないぐらい他のことをやりきってきたよねみたいなのもあるかなとも思うんですけれども、はい、うん、なんかもう他にやりようがない、もうそこに手をつけるしかないぐらいのところにまで来ちゃったんじゃないでしょうかね。はい、結果見ていきたいと思います。はい、イントロスペクションとデビルが出ております。はい、内観、うん、やっぱり内側、自分の心の中にある何か、うん、なんかその溜め込んでしまっている何か、まあだからその部屋を掃除してなければ放置してたらホコリがたまるし、まあダニが湧いたりとか、なんかそのカビが生えたりとか、なんかそういう風になるじゃないですか。だからほったらかしにしてると腐る。それは私たちの心の中も一緒なんですよ。だからどれだけ外綺麗に磨いてても、そういうのってやっぱこう匂ってきたりとか、雰囲気が出、そういう雰囲気、オーラが醸し出ちゃうんですよねだから、どれだけ素晴らしいことをしていても、なんかこう、ただただ良い風にならないっていうのは、あなたのその見ないようにしてる部分、なんかどっかの一部屋にだけ荷物を全部ぶち込んでたりとかってしてたら、やっぱそういうのってバレちゃうんですよね。なんか不穏だなじゃないですけれども、なんかまあそういうので、なんかそういうこう純粋な光たちではなく、そういうのを好む闇属性が寄ってきたりみたいなね、そういう感じになってしまうので、どうしても、だからなんかこんなに頑張ってるのに、どうして自分の周りにはこういうなんかこうよろしい人たちじゃない人ばっかり集まってしまうのでしょうかみたいな、なんか人間関係じゃないですけれども、なんかこうお仕事だったりとかも、なんかこう純粋にただただうまくいくわけじゃなくて、なんかなんだこりゃみたいなことにつながるのって、ちょっとそういう、ご自身のこう本当に人間として成長しなくてはならない部分を放置してきた部分から生んできたみたいな、海が生じてきたみたいな、でそれがまあ広がるじゃないですか。そこがやっぱりこう生んでたら他のところにもやっぱ影響が出るじゃないですけれども、なんかこうあるわけなんですよね。なんかそういうことを言われてるのかなと思うので、まあ本当にその放置してきたことを意識して、はい、やってくださいと言われておりますね。はい、なんか心当たりのある方は、なんかその自分の中の内側の心の内側の、はい、放置した部分をちょっと綺麗に、整理整頓してみて
ください。はい、なんか業者を挟んでもいいと思うので、なんかちょっとやってみてください。はい、以上がね B を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価で応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは C を選んでいただいた方のリーディング見ていきたいと思います。はい、本日のテーマはブラッシュアップマイセルフというテーマですね。バンダリーズのカードが出ております。ラブラドライトとサウスノードのパワーですね。はい。バンダリーズは境界線。境界。線引きするみたいな、境界線みたいな意味なんですけれども、ブラッシュアップするべきっていうのでそれが出てるので、まあなんかその自分と自分じゃないものととの境界線がなんかねすごいトゲトゲしく感じるんですよね、このカード的に。なので本当はそのなんて言ったらいいのかな、ワンネスみたいな気持ちをもうちょっと持った方がいいのかもしれないんですけれども、なんかこう私は孤独であるみたいな感覚の方がちょっと強くなってたりとか、なんか難しいな、ちょっとなんて言ったらいいのかな、自分はみんなと違うみたいなだったりとか、そういうその協力関係にある人たちとかに関してもなんかすごいこう、あ、結構です、大丈夫です、いいです、いいです、みたいな、してしまう部分があったりするのかなとちょっと感じるんですけれども、はい、現状見ていきましょう。はい、ムーンとヒーリングが出ております。はい、今は、休憩中、ヒーリング中、癒しタイムに入ってるので、なんか、休暇中だったりとか、お休みを設けたりとか、ちょっとそのゆっくりする感じ、自分を癒すタイミングタームに入ってるかなっていう感じがしますね。なんか本当になんかトゲトゲしないとやばいって、その自己防衛反応によってそうなっちゃったみたいな。だからまあその仕事でこうピリピリしてたらめっちゃ心穏やかだった人もなんか、もう疲れたから無理、できないそんなのみたいになるじゃないですか。なんかすごいこう何でもいいよいいよってしてくれてたのに、なんかすんごい仕事忙しくなってきたら、無理なんですけど、みたいななる人もねいらっしゃいますよね。なんかちょっともうどうしてもそうしないと自分の心が壊れてしまうっていうところに入っちゃったので、もうなんかもう私に関わらないでくださいってしないといけなくなっちゃったみたいな、はい、なんかそういう風になった、っていうことですよね。だからもう本当に不安で大変な状態、はい、大丈夫ですかね。本当に自分がどうしたいか、自分がこれからどうやって生きていきたいのか、何をしたいのか分からなくなっちゃった。それを取り戻すために休まなきゃ、休養を取らなきゃっていうような、はい、感じに現状なっているということなんですね。まあでもちょっとマシにはなってこられてるのかなという感覚もねありますね。はい、なんかその妄想にふけったりとか、本当になんか何の意味もないんだけれども楽しいことを考えたりとかすると本当にいいかなって思うので、もう私はオタクなのでもう本当に死ぬほどアニメ見たりとか映画見たりとかゲームしたりとか、なんかそういうこう全然関係ない、現実と全然関係ないことを見てうひょみたいなうひうひみたいなのするのが一番ね心をこう結構癒されていくので、なんかそういう感じ、でちょっと今ははいやっている状態っていうか、なのかなと思います。はい、で、ブラッシュアップマイセルフっていうので、はい、詳しく見ていきたいと思います。あら、すんごい綺麗これ。なるほど、ユニバーサルチャクラ、ピーチセレ
ないと。インサイト。はい。もう本当に、インサイト、洞察、見通し、明察、ひらめき、なんかね、スピリチュアルに、スピリチュアルっていうか、なんだろうな、ザ現実的というよりかは、なんか好きなこと好きなだけしますよみたいな、そういうなんかその感覚が大事っていうか、多分もともとそういう性質の方だと思うんですね。好きなこといっぱい持ってらっしゃる方だと思うんですよね。ただ几帳面だったり真面目だったりとかで、ね、そういうのでこう、なんだろう、自分自身を出すというよりかは、やるべきことやらないとねっていうので、こう一生懸命頑張ってこられた方だと思うんですね。うん。だからそのすごい厳しい言い方っていうかね、すごい疲れてらっしゃる方からしたら、って思うかもしれないんですけれども、どちらかというと、とことん自分を追い詰めて、もうその几帳面で真面目な自分をぶっ壊さないといけないぐらいになってるっていうのかな。うん。なんかどうせここから立て直しても、もうひびだらけだから、元のその頑張るぞって思ってた生活は何度やり直してもまた同じようになるから、どっちかっていうと、そのもう今にも崩れそうな何かを崩しちゃった方がいいっていうのかな。なんかもうだから頑張ってる時に、あいつどうやって生きてんの、そんなんで生活できんのみたいな人いるじゃないですか。なんかそういう人みたいな感覚に C さんもなった方がいいよみたいな。うん。なんかこうお金を稼いで、しっかり稼いで、頑張って頑張って、真面目に誠実に、こうちゃんとちゃんとみたいなのじゃなくって、もう何も考えなくていい、ただただこうふんわり、自分の好きなこと、いいと思うこと、なんて言ったらいいのかな、なんかそのコンサートに行ったりとかっていう時の高揚感、なんだろうな、なんかこう、なんかディズニーランド行った時とか、わーってなるじゃないですか。楽しいみたいな。現実考えないで、ただその瞬間を楽しむみたいな感覚。なんかそういう感覚になるべき存在なんですね、Cさんは。うん。だからその現実を考える、すごい真面目な部分も大切なんですけれども、それが、まあ、ここに至るまでに生きていくために必要な自分の殻だったみたいな。うん。だから卵の殻みたいなね。ひよことして生まれるまではその殻が必要だったから、その殻に守られて、生活していた。でも、これからそのひよこになって自分で自由に動けるようになってきた、ので、その殻から出ていかないといけない。だからもう殻が割れてるのに卵には戻れないじゃないですか。もう殻が割れちゃったら生まれるしかないみたいな、なんかそういう感じ。うん。もう戻れないっていうのすごい言われてる。なんか戻ろうとしてるというか、その自分がおかしくなっちゃったんだって思わないでほしいみたいなこと言ってるんですかね、きっと。うん。そう、必要だからそういう風になった、ここにたどり着いた、で実は今までの自分が本当の自分ではなくて、本当の自分を生むためのそういうこう温め期間でしたみたいな。だからもうこの殻にひびが入ってしまったからには温め期間に戻ることはございません。もう次は生まれてあなたの足で、はい、歩いていく感じになりますってだから、どうしたいのか、しっかりこう
そうですね、なんか座禅を組むじゃないですけれども、なんか自分はどうしたいのかなっていうのをしっかりこう、ただただひたすらそれだけを考えたりとか、なんかすごい仲間同士みたいなのね、なんて言ったらいいのかな、同じ気持ちの人たちとつながる準備をするっていうのかな。だから例えば、私だったら BTS が好きです、だから BTS 好きな人とつながれますようにみたいな気持ちでいるみたいな、なんかそういうのをこうしっかり持っておくといいみたいな。でまあインターネットでつながったりももちろんあると思うんですけれども、こうそういうグッズをカバンにつけてたりとかしたら、なんかどっか行ったところとかでもね、え、あなた何々好きなんですかみたいな、あ、そうなんですよみたいな、そうなんかこう自分に近い感覚の人たちと会えるようになったりというか、なんかそういうことを言われてるんですね。だからそのちゃんとしないといけない場所でちゃんとするっていうんじゃなくって、私はこういう風にいたいっていうのにこう一緒になれる人、むずいねそう、だから踊りに行きたいからクラブに行くみたいなのと一緒、そう、だから自分は何がしたいからどこに行ってどういう人と分かり合いたいのかみたいなのを磨き上げていただくといいかなっていうの言われてますね。はい、アドバイスね、見ていきます。もっと良くなるためにどうしておくといいのか、はい、クラリティ、ハングドマン、クラメ、明瞭さ、明快、本当に自分は何をしたいのか、なぜ生きるのか、なんかその真面目に考えるんじゃなくて、現実的に、お金が必要で、もし子供ができたとしたらいくらいくら必要だから、こういう収入の職について貯金いくらしてみたいな、そういうことじゃなくて、私はどうしたいのか、今何をしたいのか、何を得たいと思うのかみたいな。だから海外旅行が好きな方だったら、なぜ海外に行きたいのか、行きたいから行きたいみたいな。でそういうことに、そのなんかこう現実的なことを考えてっていうんじゃなくって、ただただひたすら自分がそれを欲しがってるから、それについて頑張ろうみたいな。で自分が一番頑張りたいと思うこと、すごい面倒くさかったり大変だったりする、だからといって楽な方、大段楽な方を選んだって何にも得れないよね。だってここに行きたいんだもんみたいな。そう、だからハワイに行きたいのにグアムを選んだり沖縄を選んだりしても全然違うじゃないですか。もちろん同じような素敵な場所なんですけれども、私ハワイに行きたいんだから全然違うとこに行ったら似たような感じでも得るもの全然違うじゃないですか。ああでもやっぱハワイ行きたかったなで終わるんですよね。だそっちに行ったらそっちに行ったらでよかったなって思うかもしれないですけれども、結局またハワイに行きたいなって思うんだったら最初から行っとけよみたいな、なんかそういうことなんですよね。だからこうね、お値段的にとかでいろいろ考えたりとかで妥協したりとかいろいろね世の中あると思うんですけれども、現実的にこっちの方がいいかなって思うかもですけれども、じゃなくってここがいい、これがいい、これがしたい、ここに行きたいとかだったらそのために頑張りましょうみたいな。そう、それのためだったらちょっと耐えることも必要かなという感じでね。なんか楽しようじゃないけど、なんかそういう感じじゃなくってちゃんと自分はなぜそうしたいのか、そこに行きたいのかっていうのをしっかり向き合う必要がある。それについてブラッシュアップする必要があるよっていうのをね、言われてるかなと思います。はい。
なんか真面目なのに、真面目だからでしょうね、自分のことに関してあんまりその自分に誠実じゃないっていうのかな、なんかこう周りに誠実にするのに忙しいから自分に誠実になれなかったみたいなことが多々あったりするのかなと思います。はい、自分に誠実でありましょうって感じですね。はい、結果見ていきたいと思います。トランセンデンスとハイプリエステスですね。超越、うん、なんかこう変わっちゃいますね、価値観、世界観が、考え方が、うん、そう、うん、だからいつも何かを諦めてた、何かを犠牲にしてたみたいな感覚があった方が、そうだ、ちゃんと自分がこうがいいと思ったことをやってみようみたいなことにしてみたら、なんかめっちゃ気分よくねみたいな、でなんかこう目覚めちゃうみたいな感じですかね。うん、今まではご飯食べに行くってなった時に何食べたいとかで、あ、この人何々食べたいだろうから、まあどっちでもいいよみたいな、私はハンバーガー食べたいなって今思ってるけどみたいな、てんてんてんみたいな、うん、そういうのが、私今ハンバーガー食べたいんですって言ってみたら、え、私丸々食べたいって思ってたけど確かにハンバーガー食べたくなってきた、食べたいと思ってたんだよね前からみたいな、あそこの何々が気になるって思ってたんだよねみたいなので、なんか、あ、言ってみるもんだなみたいな、なんかこう自分の意思をしっかりこう出してみたら、あ、なんか全然感覚が、なんかこんなに気分がいいんだなみたいな、うん、でなんかこの、なんだろう、すごいこう自分が望んでたような、望んでたものに、うん、出会えたみたいな、なんかそういう感覚、うん、に、なれるのかなと思うので、本当にその自分にとっての平和感覚を研ぎ澄まして、なんか誰かのために何かをするっていう感覚をちょっと抜いて、変わっちゃうんですよ、人間性がガラリと。はい、え、今までの〇〇さんどこ行ったのじゃなくって、これが本当の私なのよみたいなね、なんかそういう感じになります。うん、あなたは私のこと何も見てなかったのよみたいな感じで、はい、なっていけるかなと思います。本当に進化しちゃいます。うん、そう、まあだからちょっと出会いも別れもあるかもしれませんけれども、うん、自分が良い位置になればもう超越しちゃうんですよ。超越しちゃったらそこで出会った人、うん、そこで出会うために待ってる人が待ってるので、その今いる場所の人たちとね、ちょっと私は行ってきますねみたいな、次なるステージへみたいな感じで、うん、そうだから、何て言ったいの、さっきの例えみたいな感じで、私はハワイに行きますみたいな、でも他の人たちは沖縄に行ったりグアムに行ったり、うん、でも私はハワイに行きます、またねみたいな、で一緒には行けないかもしれないけれども、またどこかで会った時に、あの時本当にハワイ行ってよかったよみたいな話をしてね、でそしたら私もこっち沖縄行ったらめっちゃよかったとか、そういうのでこういろいろとまたご縁があるかもしれないし、そういうので新たな発見があったりするかもしれないし、あ、やっぱり自分のねいいなって思ったところに行ってよかったなって思えるかもしれないし、なんかそういう感じですね。無理になんかこうみんなで同じことをしないといけないみたいなのはね、なんかそういう教育されてきましたけれども、そういうわけじゃないんだよっていうのを、はい、知らしめられるよっていう感じですね。はい、なので、まあ、自分だけの感覚をせっかく持ってるので、うん、そういうの生かしていきましょうねって感じですね。はい、です。もう自分らしさ全開でいくことが超絶ハッピーなんです。あなたにしかできないことがあるから、そういう風に、うん、みんなと同じことをするっていうことですごいこう
疲れたりするわけなんですよっていうことですね。はい、なのでまあその辺ブラッシュアップしていっていただくといいかなと思います。はい、以上 C を選んでいただいた方のリーディングでした。ありがとうございます。よければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。